い、エルカチャンネルの翔です。ウシです。今回の動画なんですけど、地元の橋に来ました。今時間帯が時間帯なんですけど、それなりに交通量もあってるし、その橋自体がですね、震災の時にちょっと壊れて復旧はしてるんですけど、まだ周りでは工事もやってます。阿蘇町大橋、熊本地震で崩落した赤橋の下流側にある橋。赤橋の影響が強すぎて話は上がりづらいが、こちらの橋でも自ら命を絶つ方々は多い。それに伴って心霊現象も起きている。そして後ろに見えてるのが、赤橋の代わりになる新しい橋ですね。ということで、こんなとこにやってきてます。それでは行きたいと思います。あ、見えてきましたよ、橋。ほら、あそこが今回の橋です。さあ、ここから橋になるんですけど、まだ名前は何ですか。この下があれですね、あの白川ですね、流れてるのが。じゃあここでこの橋の流れなんですけど、20年ぐらい経ってるんですけど、できてすぐにですね、もういきなり飛び降りがあってます。それからもですね、何回かあってて、まだ赤橋があった頃なんだけど、こっちでも飛び降りはあってたんですね。毎日ここ通って行ってるんですけど、なかなかの心霊スポットになってます。じゃあそのまま進んでいきましょう。これ怖え。いや、手形ですよ、手形。はいはい。あれ、でも俺が触ったの消えたよ。なんでこれ消えとらんと。え、いい、うん、今俺触るよ。ほら、なんとなく跡がつくじゃん、うん、でも消えるたい、うん、こっちなんでがっつり残ってる。本当だ、こっちは消えたね。ねえ、消えたでしょ。その多少は残ってるけど、これないでしょ。これはね、ないね。いや、今のはちょっとはっきり残りすぎでしょ。で、もうちょっと行くと、残って出てる部分があります。そこがよく花束が置いてあったりしますね。まあ、ここがちょっとボコってな出てるんですけど、花束はないですね。いや、多いね、車が。多いでしょ。こっちの地元の先輩に教えてもらったのは、ここを通過中に後ろから女の人の声が聞こえたとか、先輩が2人で車乗ってて、2人ともがその声聞いたって言ってました。また連れて帰らないことを祈るって感じですね。また連れて帰らないことを祈るって感じですね。もう一箇所のボコってなってるところに着きます。よかったですね。このボコってなってるとこに、震災が起きるまではですね、花束がずっと置いてあったんですよ。その一回置いたぐらいならすぐ枯れちゃうじゃないですか。それが枯れないでずっと新しいまんま。今回置いてなかったですけど、
さあ今ちょうど半分ぐらいかな、残り攻めていきたいと思います。何もないですね。なんかクラッとするもんね、見ると。そうね、逆に見えとるけんじゃん。真っ暗ならこの間の内大陣橋、うん、あそこってほら何も見えんかったじゃん、下がね。そうそう。はい、じゃああと少しなので頑張っていきましょう。橋は渡り切りました。これで入った。じゃあここでですね、今後ろこんな感じになってるじゃないですか。と向こう側分かりますかね。そっち側もやっぱ同じように工事の資材が置いてあるんですけど、この両サイドがですね、もともと休憩所になってたんですよ。はいはい、この橋ができて一番最初の飛び降りが起きた現場はこっち側の休憩所だったんです。はい、今全然このネットが張ってあって見えないですけど、こっちで雨の日にですね、ある中年の夫婦がですね、ちょっと休憩しようで寄ったらしいんですよ。で旦那さんが眠りに疲れてはって目が覚めたら奥さんの方がいなかったって。ね、慌てて外に出たらですね、これの先崖になってるんですけど、その崖のところに靴が置いてあったらしいんですね。だから覗き込むじゃないですか。そしたら途中のところで木に引っかかってる見るも無残な姿となって奥さんがいたそうです。戻りましょうか。はい、戻ってきました。そうですね、特にその霊的なもので怖いっていう感じはなかったですね。代わりに交通量が多かったんでトラックが通ったりすると結構風圧がバッてきて、おーってなってました。他にははっきりと見えるわけじゃないんですけど、下が見えるので高さがなんとなくわかるんですよ。でそれでちょっとゾクゾクっとする部分はありました。毎日通ってるとこなので俺的にはそこまで怖いっていうのはないんですけど、歩くこと自体はそう何回も歩くことじゃないので改めて思ったっていう感じですかね。ということで今回の動画はここまでです。俺たちにかかってこい。